大須ゴルフクラブは愛媛県大津市にあるゴルフ場である。村上正吉は愛媛県立大須中学校を卒業し、家業の村上木材を継ぎ、建設業の村上工業株式会社を創設した。1966年、村上は新たなゴルフ場の建設に向けて動き出したゴルフ場用地は自社所有の山林1 8ホールのゴルフ場を作る計画である。 1966年、コースの設計は、佐藤義一に依頼、造成工事が着工された。同年12月25日、インコース9ホールが完成し、開場された。しかし、佐藤は、翌年の1967年7月2日、コースの造成工事中に急成した、残された工事は、足立建設が受け継いで工事が行われた。その後、 1969年7月3日、増設のアウトコース9ホールが完成し、18ホールのゴルフ場が出来上がった。佐藤義一の遺作となったゴルフ場である。大須ゴルフクラブは愛媛県のゴルフ場の歴史では4番目の古いゴルフ場で、国道56号線を挟んで東にアウトコース、西にインコースがレイアウトされている山岳コースである。コースの特徴としては、 地形を生かした起伏があり、500ヤード台のロングホールは1ホールのみで全体的に距離が短く、フェアウェイが狭い。ラウンドでは出入りの多いゴルフになりやすいので、飛距離は不要、方向重視のボールコントロールが高スコアにつながる。郵便番号795-0006愛媛県、大洲市やさらい。ありがとうございます。